人が少ないなっていうのは、今僕8年目になるんですけど、まあ、年々、まあ、学生さんは毎年、ね、入学して入ってきてるから同じ人数はいるんでしょうけど、まあ、一般のお客さんとかがだんだんこう足を運ぶ機会が少なくなってきたのかなっていう印象はここまあ5年はずっと感じてますね。一般のお客さん、学生さん以外にももうちょっとこうなんか呼びやすい、まあ、来やすい街に、そのまあ何かをこう商店街で一つ二つ、まあ、西広行くとあれあるよねとかこういうのあるよねっていうのを年間通して、まあ、お祭り以外とかにも何かこう行事というかそういうものがあればもうちょっとお客さんも足を運んでくれるんじゃないかなと。西広商店街あんなに広いのにこう生協さんの駐車場あったりとかいろいろこう例えば音楽毎日夜路上でやってますよとかなんかフェスやってみたりとかその流れでお客さんもじゃあついでにっていう。そうですね、今学生さんの街っていう、まあ、ずっと昔からそうですけど意外に結構この辺の一般の方だったりとか結構遠くから足運んでくれる、まあ、この近辺の遠くなんですけれども結構いらっしゃるんで、まあ、学生さんと一般の方ってそんな機会飲んだりとかそういう機会って少ないと思うんですけども、まあ、うちみたいにこういうお店でしたらたまに一緒になってお話しして飲んだりとかで意外に話してみると近づいてみたりとかそれを通じて何かこう企画していったり例えば学生さんにこういうこと頼みたいんだよねとか逆に学生さんがそのつながりできて場をこうちょっとでも広がっていければなっていう、まあ、うちの店では結構そういうの多いっすよ。なのでそういうの見てて学生さんは学生さんと思われるよりだったらもうちょっと幅広げれるようなそれが活性化にちょっとつながっていくんじゃないかなと思います。